から自分のタイムラインで配信した動画をグループにシェアする方法をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、こちらタイムラインですね。自分の私のタイムラインなんですが、こちらにある動画をどうやったらグループに表示させられるかということをやっていきます。自分の動画があると思うので、こちらのシェアするというボタンを押します。はい、押しますとそのままシェアかメッセージなんか出てくるんですが、この中のグループでシェアを押します。はい、するとこのボックスが出てきます。どのグループにしますかというふうに入ってくるので、自分のグループの名前を思い出してください。今回はレッツ、はい、ライブチャレンジなので LE と打っただけでこのように出てきましたね。なんかそうですね、 L だけだと他のも出てきてしまうんですが、はい、こうやって頭文字をやると出てきますので、チャレンジでも出てくるかな。チャレンジだと出てこないんですね。なので、レッツってやった方がいいですね。はい、で、選びます。はい、選んだら、もしコメントがある感じは、ここにコメントを打ってください。そして、こちらの投稿をするっていうのを押すと、グループにシェアされます。一回やってみます。投稿します。はい、シェアしました。と出たので、早速行ってみましょう。はい、ここにシェアされましたね。はい、このように動画をシェアすることができます。やってみてください。投稿お待ちしてます。バイバーイ。今日もレッツライブ。バイバーイ。